村、左のウィングバック、アーリークロスを入れてくる、林の頭を越えていく、クリアしきれない、中途半端なボールになって押し込みました。最後は混戦状態でしたが鳥取が1点を返しました。 FC 東京 U23 がクリアをしきれない中でしたが、ここでアーリークロスに対して林の頭には合いませんでしたが、岡がクリアをしきれず、キーパー畑野と交錯しながら蟹が押し込みました。